田さん問題です。はい。この中でゴリラはどれでしょうか。皆さんこんにちは、ニワトリチャンネルのオレシャとニワトリです。はい、まあ、キツネもいます。はい、はい、ということでですね、今回、シティリーグにね、私町田のシティリーグ出てきまして、はい、まあ予選1位という結果を残しました。おい、はい、ただね、今決勝トーナメント自体は、ベスト8、一没ということで、うん、ダメだったんですけど、はい、私たちは出たのか、蔦屋声優町田店さんでね、うん、出たんですけど、はい、町田のね、パオさんが近くにあって、そちらでシティリーグ開催記念オリパが売ってました。うんうん。で、1パック7000円で、2人がピカチュウのプロモでバトルフェスタ、そうね、2010年と2017年が当たるのか、はい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 、とか、あとマリーのね、SR とかが当たったりしますと、はい、1パック7000円と高額なんですけど、はい、最低保証でボックスが当たるとですね。未開封ボックスが当たると、VMAX クライマックスかバトルリージョンのボックスが当たると、はい、ということで、私たち3口買ってまいりましたんで、はい、そちらの様子をね、見ていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。はい、じゃあだね、7000円くじ、口開けていきたいと思います。どうぞ。はいよ。ハズレでもね、ボックス当たんのよね、V クラ。そうだよ。なるほどね。 V クラかバトルリージョン。じゃあいきますよ。じゃあ V クラなんか作りたいかな。せーの、はい、どう、パスないそれ。はい、あ、分からんのか。あ、ちょっと待って、どうしたらいいんや。いくよ。そう、せーの、はい。あー、しかもバトルリージョンです。せーの、どん。あ、右手に出たといいやん。いいやん。いいやん。まあ、1パック目やしね、まずは。1パック目です。じゃあ、2口目いきまーす。どうぞー。せーの。はい。え？あー、ってことは2000円ぐらいじゃない、でも。なるほどね。せーの。VMAX クライマックス。クライマックス。まあ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 。まあまあ、いいでしょう。いいでしょう。ラスト1口。じゃあ、いきますよ。お願いします。せーの。はい、違う。こうか。せーの、ドン。VMAX クライマックス。めっちゃええで。めっちゃええで。当たりやん。え、なんなの、当たりじゃない？はい、じゃあ三。三口目こんな感じやね。すごい。いいやない？こだわりベルトはいいね。いいね。こだわりベルトはいいね。はい、ということでですね、結果はこんな感じでした。はい、結構やっぱ有料オリパね、7000オリパとは思えないくらい有料で、ね、まあ、ボックスもいっぱいゲットできましたし、うんうん、こだわりベルト UR とかね、連撃エネルギー UR、 あとシャクヤの HR も嬉しいね。ね、何かゲットすることができました。はい、合計金額がシングルカードだけで1万500円。すごい。で、大体2万5000円とか2万6000円くらいかな、すごいになっております。バックアドですね。やっぱ有料店舗やね。7000円って何しか。あ、そうそう、1パック7000円やったから、それ以上に返ってきてますね。すごいね。外れでこれはすごいね。すごいね。うん、まあ、こちらのね、ボックスもね、また後々他の動画とかで上げていきたいなと思ってますんで、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。